ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。割り振ります。ああ、まだ95までか。とりあえず、無知スキルを100にしよう。そうですね、主人公はどうしようかな。79まで振ったのか。あ、なんで大魔神までで止めなかったんだろう。じゃあ、ヤンガス、それなら100まで行こうか。あ、97。あと多分1か2やレベル上げればいけるやつですね。大魔神、あ、そうですね。じゃあもうこれ、ジゴスパークまで行く気満々ってこと？どうなんだろう。まだ主人公、剣スキルと上げてないんだよな。そうなんだよな。いや、主人公はまだ上げなくていいかな。うん。ジェシカのね、この、100あるのであればお色気に100回すんだけどな。ククールとか全然だもんな。あー、どうすればいいんだろうな。あー、そっか、バイキルト覚えんのか。でもまあ、バイキルト打ってく余裕ないからな。基本回復だからな。そうっすね。剣スキルで来ちゃってるけど。ここ覚えさせたいんですよね、杖。じゃなくて弓か。だから今弓大したもの持ってないからあげられないけど、まあやっぱククールも増やなくていいか。よし、じゃあ行きますか。今回もコメント一つ。どれだっけな。どれだっけな。あ、これだ。読めねえ。シリベさんでいいのかな。もう、ごめんなさい、読めないですね。シリベさんって呼ばさせてもらいますが、今日アップされたの二つともサムネが迫力あって笑えるというコメントいただきました。結構ね、自分サムネ今回凝ってやってるっていうか、そのパート、あるいはそのパートに関連したところで、なんか使えそうなシーンをね、バシッと抜粋して、いつもやってるんですけど、たまたま集中戦を入れたところなんですよね。それですごい迫力が、アルゴリザードとあとチャゴスが、あれは、トカゲだっけ？トカゲを手に握ってわーって驚くシーン？そこがちょうどサムネになってたんですけど、結構サムネにもね、注目してみていただけると嬉しいんですが、最近そのね、なんか自分はサムネ灰色事件って呼んでるんだけど、サムネがなんか勝手に灰色になってね、表示されないバグみたいなやつがあるんですよ。YouTube って結構あるんですよね、そういうバグが。で、何度その画像を変更しても変更できないとかね、サムネを変更しようとするんだけど変更できないとかね、結構あるんですよ。サムネ灰色事件って自分は呼んでるんですけど。パートその、20代入ってからか18の後半くらいからずっと灰色事件が続いててね、これちゃんとみんなに見えてるのかなって不安だったんですけど、今は見えてるみたいですね。こういうコメントが来るってことは。よかったよかった。あんまサムネについてコメント残していく人はいないか。いないよな。だからちょっとレアですよね。今回のシリベさんと呼ばさせてもらってるけど。あんまりいなかったんでちょっと嬉しかったです。ありがとうございます。ジェシカとかをサムネにしたらね、結構そこら辺は突っ込まれる可能性は高そうですけど。おっと、これめんどくさいな。左右に分かれてるな。とりあえず一番近いとこ行ってみるか。おう、ちょっとマップ見てもらった方がいいのかな。なんかレティスっぽいですね。羽を広げたレティスっぽい。思った通りですね。ハゲンのリング。あ、これなんかあったな。なんだったかな。ハゲンのリングって確か。あ、え？ハゲンのリング。ハゲンのリング、波毒のリング、あとなんかのリングで、なんかのリングになるみたいなやつあった気がする。確か。確かそう。結構錬金表ずっと見てるから、なんとなく頭の中に入ってたわ。次はこっちかな。ここにあるけど、これは取れないですね。ぐるっと回ってきて取ります。どっちにしてもこっちが道なんでね。俺は、
ワイトキング的な？違うかな？あ、ここですね。ここですね。宝箱がまだ赤いのがいいな。色のない世界っていうのは寂しいからね。金塊。金塊ね、やっぱりフィールドに青い宝箱があるパターンがあるんですけど、その中に、まあ稀ですけど入ってるらしいんで、今回は金塊には困らないかな。うおー、出た。あれだ、ソルとルナだ。でもソルがすごいな。で、みんな37くらい ?7 か8は多分ないと、レティス戦は相当厳しかったはず。で、この次ね、もう今の流れでいくと、ヨーマ、ゲモンと戦うことになるのは明白だと思うんだけど、ゲモンはレティスほど強くない。記憶が正しければ。うん、レティスの方が辛かったよねって話をした記憶があるから。ただ今回どうなっていくかわかんないな。まあ、レティス自身もね、結構謙虚そうな雰囲気あるけど、自分で言ってたもんね。本気を出せばあんな奴には負けないって。言ってたけれど、ただ、こすいことをしてきそうだよね。こすい真似はしてきそう。卵を人質に取ったりするようなやつだから。すると、凍てつく波動はあるって想像した方がいいのかな。また、大魔神斬り、疾風、雷光一閃突き勝負にしてもいいんだけど。どうしようかな。メラゾーマもあるからね。貯めていきたいところではあるんだよね。これまた、分かれるんだな。どっちかが宝箱で、どっちかが、こっちかな？こっちが宝の匂いがするな。俺は盗賊かっていう話ですけど。宝の匂いがする。バギーだね。あーでもなんかハズレっぽいな。ただの、うん。宝じゃん。ゼンマイだったわ。ゼンマイかどうかわからないけど、ゼンマイだったわ。こっちに進んで、そっか、ここもマップ見せてないんだね、まだね。こんな感じになってます。4階。これどうやって空洞になったんだろうな。外マップになるとね、ハテナになるんだよね。出た！ソルマップ。打ちつけてから十分攻撃要因として使えるんでね。お、いいっすね。レベル上がってくれるのは助かるな。まだスキル割り振ってなーい。ジゴスパークとか多分覚えても使わないんですよね。うん。ただ MP 消費するだけだからな。まあ確かに全体技、あれ全体だっけ？グループだっけ？ジゴスパークは全体って感じするかな。雑魚処理戦にはいいのかもしんないけど、ボス戦では使わないからな。そう考えるとなかなかね、覚えさせるのが億劫というか意味ないんじゃねっていう。一応マップはこんな感じです。はい、あの螺旋階段を上まで上がってくるとここにたどり着けます。で、道中取り損ないがあったんで、確保しておきました。悪魔の鞭ですね。で、それを錬金してバスターウィップに変えてきました。はい。じゃあ行きますか。多分このままこのまま、うん、この画面のままで大丈夫。すごいね、出てきた瞬間これ。さあ。ありますね。なんだ、貴様たちは。こんなところにどうせ人間がいる。それにその姿、この闇の世界の住人ではないな。一体どこから迷い込んだ。まあいい、こっちも卵見張ってるのに飽き飽きしていたところ、せっかく来てくれたのだ。ラプソーン様の腹心、ヨーマーゲモンが直々に遊んでやろうじゃないか。ということで、ゲモン戦でございます。